恐怖のたこ焼きっていう話とおじいちゃんのお話で2つで1つのお話なんですけども、まあ僕が小学生の時にたこ焼きがめちゃくちゃ好きで、まあ実家から駅前にまでたこ焼きを深夜に買いに行ったことがあるんですよ。まあその時に河川敷を通って買いに行くんですけども、まあそこでたこ焼き河川敷を通って買いに行って10個入りのたこ焼きを買ったんですけど、まあ、帰りまでその河川敷を通らなかった時に、まあ田舎なんで街灯もないし車も全然通ってないし人も全然おらへんみたいな、そんなところで通っていくんですけど、まあその時に河川敷の入り口らへんでなんか妙に恐怖を感じて、なんやろうと思って、パッてたこ焼きパッて開けたら10個入りを買ったのに9個しか入ってなかった。で、なんでやろうって、まあ、最初は入れ間違いかなと思って、まあいいやを閉じてまたその河川敷をバーって歩いてたんですけど、まあ、300メートルぐらいあるんでもうなんかちょっと怖いなと思いながらもバーって飛ばしていってたんですけど、まあ、そしてまたたこ焼きが気になってパッて開けたら次5個しかなかった。もうなんかいよいよ怖くなって、なんやろうと思って、深夜3時の小学生やし怖いなと思ってバーって走って、家着いた時にパッて開けたらもう0個あったんですよ。であーってなった時にパッて見たら豚の裏に10個ついてたっていう話なんですけど、まあそれからおじいちゃんの話を移らせてもらうんですけども、まあ、おじいちゃんが僕が小学4年生の時に亡くなっちゃって、まあ、お葬式があったんですけど、まあ僕おじいちゃん子なんで、すごい面倒見てもらってたし亡くなって泣いてたんですけども、まあ、最後の最後のおじいちゃんの顔を見るのが嫌すぎて、まあ、みんなそうお葬式に来てくれた時に、まあ、おじいちゃんの顔を見て帰っていくんですけども、最後まで見れなくて、で お母さんに、まあ、本当にお名前言われて、まあ、勇気って言うんですけど、勇気勇気って言われて、で最後やしおじいちゃんの顔を見とき、って言ったら、で分かったら最後に締めとくわって言って顔を引っ張ってあげたらおじいちゃんもいなかったんです。おじいちゃん一回やったと思うんですね。 お母さんとかお父さんに裏しまくっとったら、お前おじいちゃんおらへんってなって、どこやどこやって言ったら豚の裏におじいちゃんがついた。怖いな。